タバ新作のアメリカンチェリーパイフラペチーノでございます。ちょっと持ち帰ってる最中にこの辺がちょっとね、滲んでおりますが、もうどう考えても美味しいやつでしょう。店員さんのメッセージはこちらでございます。さくらんぼですかね。今日は朝からお刺身食べ放題に行ってきまして、それが結構人気店でございまして、到着してから入るまでに2時間半くらい待ったんですよ。やっぱり順番待ちがすごくて、だからその2時間半の間にもお腹ペコペコになって、これはいっぱい食べるぞって思いながら店に入ったんですけれども、まあお刺身もね、相当厚切りのいい感じの刺身で、ね、美味しかったの、美味しい美味しいって食べてたんですけれども、やっぱね、生物ってそんなに量いけないのかなって思って、まあ食べたんですけれどもね、結構ね、イメージはもうドサッとしたのをバクバク食べるっていう感じだったんですけれども、食べてる最中にもうこんなもんでいいかなっていう気分になってきちゃって、当初のイメージよりもだいぶ少なめでフィニッシュしまして、帰り道なんか知んないけどね、どうしてもスタバの甘くてしょうがないドリンクが飲みたいって思っちゃったの。お刺身とスタバのドリンクって絶対食べ合わせ悪いはずなのに、なんか体がすごく求めてたから買ってきました。店員さん曰くここのパイの部分をストローで強く押して飲んでくださいとのことで、ちょっと溢れちゃう。こうですね、せーの、あ、ちょ、溢れる、溢れちゃう。あ、え、マジ、いけた いけた。蓋しなかったら危ないやつだこれ。いただきまーす。飛び込んできました、チェリーが。チェリーソースの味も結構強めね。うん、まあこれ甘いのはもう甘いんですけれども、チェリーソースの酸味があるから、もうグリグリいきたくなっちゃうやつだね。チェリーパイの部分は崩すのかな、崩して割と粉々にして、ちょうど今チェリーとパイ生地が同時に入ってきまして、これはね、もうね、アイスでもケーキでもなく、また別の美味しい甘い食べ物としてめちゃくちゃありなやつですね。で、不思議なことにこれをちょっと飲んだらまたお刺身食べたくなってくるんだよね。今ならまたもう一皿分食べれるぞってテンションになってくる。スタバとお刺身ってなんか不思議な関係だね。